ホラガイの音とともにゆらゆらと浮かび上がった炎の川。夏山開きを前に大山ではおととい恒例の松明行列が行われました。今年は県内外そして海外からもこの様子を一目見ようと多くの人が大山を訪れました。およそ1000本の火が灯され大神山神社奥の宮からおよそ 1.5 キロの道を練り歩きました。どこから来られたんですか？Украина то Донецк. Все очень понравилось. Это впервые я участвую в таком мероприятии. すごい神聖で綺麗でした。明日は朝4時半に起きて飯を食べて30分後に登るっていう。頑張って登頂まで登り切りたいと思います。松明行列から一夜明けた昨日。雨が静かに降り続け、濃い霧が大山を包んでいました。夏山開きを迎えたこの日、多くの登山愛好家や家族連れなどが、まだ夜が明けないうちから大山へと登っていきます。今のところ楽勝です。バッチリ。はい、バッチリ。お酒が抜けて大丈夫。楽しみ楽しみ。立ち込める霧の中を進む人たちの表情は明るく、濡れた地面に注意を払いながら、それぞれのペースで山頂を目指します。調子はどうですか？Полон сил и энергии, готов продолжать путешествие. 登山道を進むにつれ、辺りの景色は青々とした森から次第に無骨な岩肌へと変わっていきます。昨日も歩きまくったんですけど、でも気持ちだけはあります。そんな中、休憩地点には前日に体育祭を終えたばかりだという強者の中学生が自身に活を入れ歩みを進めます。大山キャラ木を両横に木道まで来ると頂上まであと少し。出発からおよそ4時間、天気がいい日には日本海が望める絶景ポイントですが、この日は白い世界に霊峰大山の頂が浮かび上がっていました。頑張りました。下関から来ました。どうでした大山の昨日のお祭りも出てとても幻想的でよかった。よかったです。来てよかった。続々と人が集まり、おごそかに始まった神事。静かに今シーズンの山の安全を祈願しました。大山で売店の運営などを行う大山マウンテンサポートによると、この日の山頂の気温はおよそ8度。神事を見届けると登山客は山小屋に入り、温かな食事で疲れを癒していました。山頂で食べるカップラーメン最高ですね。美味しい。下界で食べるより全然美味しい。本当心も温まります。初めてだったんですけれども、こんなに寒いとは思わなかったです。で次は天気のいい時に来れたらいいなと。東京から来てからどうしてもこの天気でも登りたくて登りました。頂上に来たらこんな天気だけど登ってよかったです。この日の登山客は250人。多くの登山客が頂上に立った夏山開き初日。天候には恵まれませんでしたが、中国地方最高峰の大山を制覇した人たちの顔には達成感が満ち溢れていました。大山の自然は今年も多くの人を楽しませてくれそうです。